っぱり台湾のイメージというとちょっとこう食の豊かさというか食べ物が美味しいイメージがあって、日本人は結構台湾に来ることが好きで、古いところとかをこう案内してもらってまたちょっと新しいところが見れたから、それはすごく面白かったかなと思います。今回はやっぱりその台湾の食材をたくさん使いたいと思って、アワビであったりフカヒレであったりで、お米も僕がよく日本料理なんでお米を使うんですけど、台湾のお米を使ったり、だからこう台湾のもので日本料理を作るっていうようなイメージ。やっぱりこうレクサスのこのイベントでやっぱりこう高級であって、でそれでなんかしっかりしたもの、なんかレクサスの車と同じようにお客さんを心地よくして、ですごいこうなんか気分がいいような、そういったお料理をやっぱり作っていきたいな。やっぱりこう自分たちだけではなく、いろんなチームが一つのお客さんが喜んでもらうような空間を作るために、すごいやっぱりみんなで努力してきたことが、なんか同じような共通のなんかこうイメージでやっていました。長谷川さんと僕もやっぱ共通していることなので、まあ、基本的なベースは長谷川さんをベースにして、シグネチャーディッシュでデンタッキーっていうのがあるけども、うまくその台湾の人が喜んでもらえるような料理構成にしたつもりです。まあ、台湾の方ってご飯を食べる文化もあるし、まあ、日本ではその食事の最後締めにこうご飯を出す文化もあるんで、まあ、そういうのもいろいろと含まれてます。やっぱりこう全ての料理こう一緒にこう作り上げてきたイメージがすごいあるんですけども、そうですね、やっぱり食は食べるだけではなく楽しんでもらうこともそうだし、やっぱり特別な経験をしてもらいたいと思います。エクスペリエンスアメイジング。